里崎チャンネル。よっ。こんにちは。さあ、秋のキャンプがもう各地で始まりましたね。はい。はい。里崎さん前に秋季キャンプいらないって言ってたじゃないですか。はいはいはい。各球団、全球団やってます。やってますね。やってます。やっぱ影響力ないですね。いやいやいや、まあそう簡単にはやっぱ変えられないんじゃないですか。いやでも、はい、ニュースで出てません。はい、秋季キャンプ行って、はい、肉離れした、うん、腰やった、はい、どっか痛めた、うん、離脱、緊急帰郷とか、はい、規範とか、はい、あのキャンプ離脱っていう、ね、うん、選手が、はい、主力も含めてちょっと出てきてないですか、うん、そうですね。やっぱ怪我ってするもんなんですね。こう練習でもするもんじゃないんですよ。でもだからね、はい、僕はもういつも言ってるように、はい、1年間戦ってきた、はい、そのコンディショニングも整えないまま、うん、もしくは調べない、どこが弱ってるか、はい、やんないまま、はい、突入して、はい、地獄のキャンプが得意ですから、うん、あのそれガンガンやらすわけでしょ。はい、でそれで1年間の疲労のもと、うん、体を悲鳴を上げて、うん、怪我するんでしょ、はい、ほら見ろってなるんですよ。うーん、でね、言うんですよ。僕は前の動画でもね、見てもらったら分かるんですけど、はい、あの言ってると思うんですけど、どうせオフになるから怪我してもいいやとかって言う人がいるんですよ。うん、うん、うん、怪我なんてしない方が絶対いいんですよ、はい、肉離れした、確かに数ヶ月、まあ、来年のキャンプまでには治るでしょ、うん、でもその肉離れが癖になって再発する可能性もあるし、骨折とかもすることによって、はい、左下から今度右が悪くなるパターンもあるし、うん、そのいろんなことで怪我って一生付き合っていかなきゃいけない可能性もあるんですよね、はい、まあ、もちろん再発しない可能性もあるし、はい、でもだからしない方がいいのに、結局無理ばっかりさせて、うん、その厳しいとか苦しい練習したみたいな感じで言って怪我誘うでしょ、はい、いやいや、もうだから言ってるんじゃないですか。だからやめた方がいいと、はい、はい、そんな、あのもう苦しいだけの練習をやらして、はい、やらそうが満足して、うん、そのしんどい思いしてるのを見てるのを、うん、楽しんでるだけの練習、これでやらした感出る練習だけだったら、はい、結局悲鳴上げて怪我人が出てくるわけじゃないですか、うんうんうん、意味ないじゃないですか。そうですね。で何のために、怪我さすためにやるんですか、うん、練習って。いや、なんか私のこうイメージでは、まあ、1年っていうか半年も戦ってきて、うん、まあ、いきなり休むのも良くないから、こう徐々にコンディションをこう休む方に、なんか今までガーって頑張ってたじゃないですか。だからこうさせるための周期練習なんじゃないかなと思ったわけですよ。いや、そんなんだったら個人でやった方がこうできるじゃないですか。そうですね。こう体力こうきてんのに、はい、こうきてんのに練習量こう上げるみたいな、もうこうみたいになってるんですよ。エースみたいな話ですよ、ここは。周期練習ってそんなきついんですね。いや、だってきついことやらすのが大好きじゃないですか。見てたら分かるじゃないですか。はい、めっちゃ走らせたりとか、ああで怪我するんで、はい、振り込みさしてみたいな、はい、これでお前来年のためにちゅって腰やらしたりとか、はい、脇腹痛めたりとか、うんうんうん、肉離れしたりとかして離脱するんでしょ、はい、何のためにやってんですか。怪我さすためですか。そもそもそんな考えてやんないんですか、まず、うん、なんかここで怪我するってすごくなんかもったいないですよね。いや、もったいないですよ、うん、そしたらまたオフの本当に自分でやりたい練習をできなくなって、はい、うん、ね、で結局は練習しなきゃいけないところを個人でもできなくて、はい、うん、そのリハビリするのに直して年明けるんですよ、はい、で出遅れるんですよ、うん、バカかっていう。いや、でも12球団やってるってことは、まあ意図があるんですよね。それがね、はい、すごいいいキャンプしてるとこがあったんですよ。おお、どこですか。それはね、はい、DeNA です。へえ、僕これ DeNA のね、はい、まあニュースベースで見たわけなんで、はい、直接見たわけじゃないんで、はい、どこがどうかは分かんないですけど、はい、こう記事ベースで見る限りは、はい、DeNA 一番いい秋のキャンプ、これだったら僕はやった方がやってもいいと思うんです。へー、DeNA の、まあ、でもキャンプはやってると。そうなんですよ、だからニュースではね、はい、98年日本一に導いた権藤流に似てると、はい、DeNA が導入した完全自主制キャンプの是非みたいな感じのニュースだったんですけど、はい、まあ、奄美大島で、はい、秋季キャンプやってるんですけど、選手が自ら練習メニューを作成するんですよ。だから自分の課題、はい、足りないところを特化して、うん、だから、ま、バッティング全くしない選手もいれば、うん、バッティングを重めする人もいるし、はい、トレーニング重視の人もいるし、はい、その選手によって自分の欠点とか自分が補わなきゃいけないところを理解して、うん、自分でメニューを作ってそれで練習するらしいですよ。へー、なるほど。だからそれにコーチは、うん、まあ、見守るとか手伝う、はい、だからコーチ主導じゃなくて選手主導の
キャンプなんですよ、うん、なるほど、まあ、確かに一人じゃできない練習っていうのもあるじゃないですか、まあ、ありますよね、ノックだったりとか、うん、ありますね、はい、だそういうところをコーチは手伝うと、はい、うんうん、でまあ完全自主制にしてるんで、はい、選手側にも責任が生まれるじゃないですか、うん、ね、結果出なかったら何やったんやみたいな、はい、だ正直やらされる練習ってめっちゃ楽なんですよ、はい、やれって言われたことやった終わりなんですよ、はい、でそれで能力が上がってるか下がってるかは別として、はい、それによってこれでお前練習したって言ってしょうもない数の原理で言われるわけでしょ、うんうん、それって正直めっちゃ楽なんですよ、はい、でも自分でいろいろ考えて練習してそれを結果に導くってすごい難しいじゃないですか、はい、でもその方が選手は言い訳聞かないんでやりますよね、うん、だから僕はこの DeNA のキャンプは、はい、僕これだったら非常にいいと思います、やる価値あると思うんですよ、うん、確かに今ちょっと膝がちょっとやばいんだよなと思ったらそれをかばった練習をすればいいわけですね。そう、それか強化するとか、はい、それを使わない違う練習をするとか、うん、それをちょっと悪いなと思っても走るから、うん、まあまあこれぐらいでいけるかってやって大事になる可能性もあるんで、うん、そうですね。で、何やお前、何休んでんねんお前みたいな感じになるわけじゃないですか、うん、はい、秋のキャンプが全体的にいらないのは撤回します、うん、はい、お、DeNA のキャンプだったらいいです、だったら、はい、あ、だったら、はい、このやり方だったらいいです、はい、まだ、うん、だったらこれだったら、はい、自分で練習してるのとほぼ変わらないですもんね、それを手伝う人がいてくれてるんで、はい、これだったら、うん、僕はやる必要、まあやる意味あるんじゃないのかなっていう、はい、まあ、でも佐藤さん的にはもう早く休んじゃった方がいいとも言ってたじゃないですか、あ、僕はね、それができるんだったらやった方がいいですけど、はい、その環境を変えれないんだったら、はい、まあまあこれだったら、うん、自分でやるのもほぼ変わんないからまだ強制されてないんで、うん、まあまあまあ、まだいいかなと思うし、だからね、あとこれ言いたいんですよ、はい、よくね、前言ってたことと話変わるやんっていう人いるんですよ、はい、佐藤さん意見変えたなっていう人いるんですけど、はい、いや僕も人間じゃないですか、はい、ずっと変わんなかったら怖いでしょそうです、ね、僕も学ぶでしょ、はい、いろんなこと、うん、皆さんのコメント欄見て確かになって思うこともあるし、はい、いろんな人と話して、うん、あ、いいなって思うこともあるし、うん、あ、今までこういう考え方だったけどいろんな経験を踏まえて、あ、やっぱりこっちの考え方がいいなって思う時もあるじゃないですか、うん、はい、そこは変えます、はい、柔軟に、はい、それを意見変えたなとかって言うなっていうお前も変わるやろっていう意見、はい、そうですね、まだそれ言われないと思いますよ、まだ言われないですか、言われないと思います、はい、あ、そうなんですか、なので今回言わないでくださいねってことですよね、いやいや今回も含めて今後一切言うなって動画でも言ってましたけど、はい、野球選手お願いができないと、はい、お願いしましょうよ、そうです、だから意見言わないでよ言い方言わないでくださいねって言うんですよ、だって、はい、僕見ましたもん、何ですか、豊さんの、はい、チャンネルの宮本慎也さんの動画見たんですよ、はい、しっかり、はい、たら、はい、慎也さん言ってましたもん、うん、っていう考えで言って、はい、途中で、はい、違うなと、うん、B やなと、はい、なった時に変えれる人がいい人って言ってます。すごくなる人って言ってます。なるほど。だから僕はそうなんで、うん、そっちなんで。まあそうですね。自分の意見にもう固まりすぎないと。あ、で間違、ね、これ間違ってるなと思っても、うん、変えれなくてそのままをもう行く人いるらしいですよ、うんうんうん。もう自覚してんのに、はい、これ間違ってるなって言うけど一回言ったからもう引けないな、うん、もう間違ってると分かるけど行ってしまおうっていう人がいるらしいんで、はい、だからそれで失敗したのが北京って信也さんは言ってたんですよ。ああ、そうなんですね。だからそこを変えれるように、はい、間違ったなと思ったら変えれるよとこがやっぱこう人間を成長させると思ってるって言ってたんですけど、うん、はい、その通りやなって、僕そっちはタイプやなと思って、うん、はい、だって変えるのって別に恥ずかしいことじゃないですもんね。あ、こう思ったんです、うんうんうん、だから思わないことは変えないですけど、はい、だからあ、違うかなと思ったら変えます、うん、柔軟に、うん、だからそういう思っといてくださいね、はいちょっとなんか違います、なんか言い方あります、いいと思います、でもしかしたらコメント欄は変えてんじゃないかじゃなくて、うん、里崎さんって柔軟ですねっていうコメントかもしれないじゃないですか。そうですね、はい、そういう意見だと受け入れやすいですよね。私思ったんです、里崎さん多分コメント欄めちゃめちゃ見てるんですよ多分信者とかすごい、はい、まあ、好きって言い方なんですけど、線来てたら、はい、線見てますから、めちゃくちゃ見てるんですよまあなんか気にしはしないですけど、はい、褒められたら嬉しいタイプですよね。そうです、褒められたらめっちゃ嬉しいし、はい、けなされても、はい、若干嬉しいんですよ。あ、そうなんですか、はい、へえ。一番きついのって、はい、無視なんですよ。ああ、コメントが全然来ないとか、はい、アンチとかね、はい、そうだ、逃げるか誰でもいるじゃないですか、うんうん、批判的なコメントをするってことは、はい、それだけ僕に時間使ってくれてるでしょ。ああ、そうですね。だって批判するには、はい、その人を見ないと批判できないじゃないですか、うんうん、
ということは見てくれてるんでしょ、はい、僕は僕を好きな人も僕を嫌いな人も、はい、僕を見てほしいだけなんです。おー、なるほど。ああ、じゃあ私もあれですよ、あのどんなに変態コメントが来てもあの何も書かれないよりはいいかないいですか、大丈夫ですか、あのいいですか、ゼロよりはいいかなだいぶ申し訳ないですね、だいぶ変態な人いますよ、はい、いや、いいですか、あのまあまあ限度はこうわきまえていただいて限度わきまえてますでもあのないよりはいいですよ、ないよりはいいですか、無視されるよりは、はい、あのあ見てるよって言ってくれた方がありがたいですね、はい、あの、はい、秘宝袴田さん、はい、袖がつくとかって言ってわかりました今日は袖ないです、はい、もうこんな人いないと思うんですけど、はい、チャンネル登録してからコメント書いてますよね書き置きだけしていく人みたいなのも、まずね、はい、あよしルール決めましょう、はい、チャンネル登録して、はい、グッドボタン、うん、ないしは、まあ、バッドボタンも仕方ないです、これ人間の感情なんで、はい、そうですね、はい、うん、このグッドボタンバッドボタンどっちか押す、はい、チャンネル登録押す、はい、した人だけ変態コメントしていいですコメント変態コメントしていいんだはい、はい、そうじゃないと、はい、メンバーじゃないのに、はい、それでも ね、やっぱりチャンネル登録イコールメンバーじゃないですか、そうです、仲間になったということで、はい、やっぱメンバーカードはないですけど、うん、心のメンバーカードあるんで、はい、心のメンバーカード持って、はい、あの僕に批判的な意見してくれてもいいし、はい、袴田さんに変態コメントしてもいいんでもういいって言ってたんですかいいんで、はいはい、あのその代わり、うん、してない人はダメです、そうですね、はい、じゃあ皆さんこのルールでお願いしますよ、はい、はい、ちゃんと皆さんチェックしてね、あのやってください、はい。